2022年11月8日にキング&プリンスに所属している人気のメンバーは、平野くんがグループを脱退することを発表しました。平野くんだけでなく、岸くんと神宮寺くんも同時期に、2023年5月22日をもって脱退するということで、ネット上でも、かなり話題になっています。今回、退社理由、結婚、妊娠や子供などについて詳しく見ていきます。まずは退社理由。まず、ジャニーズ事務所公式サイトに掲載されたコメントで、脱退&退所の理由に触れている部分がこちらです。昨年より、今後の活動について、より具体的に話し合う時間が増えました。グループの活動のことから個人の人生について、時間をかけて本年で話し合った結果、大切にしていることは同じでも、海外をはじめとして、それぞれの目指したい方向が異なることも分かりました。その後、さらに話し合いを重ね、全員がお互いの人生を尊重しようという考えで一致し、同時にファンの皆様には純粋にコンサートを楽しんでいただきたく、ライブツアーが終了してから皆様にお伝えすることとなりました。今回は平野翔さんにフォーカスして脱退理由について、深く釣りしていきたいと思います。辞める理由1、海外進出をするため。ユウたちは海外に行かないとダメだよ、とジャニー、北川さんから、言われていたキンプリ。中でも平野翔さんの海外進出への思いは強かったと言われています。雑誌のインタビューでは、海外での活躍に近づくために寄り道したくない、と語り。そんな中、トラビスジャパンが10月28日に全世界配信デビューを果たし、本格的に海外で挑戦することに刺激と焦りを受けたのでは?との見方もあるようです。このままではグループでの海外進出は不可能になってしまうと、脱退に至ったのではないかと考えられているようです。辞める理由に、結婚したいから。平野翔さんの人気絶頂期での脱退&退所理由について、ネット上で一番多く上がっていたのは彼女との結婚や妊娠の可能性に言及する声でした。20代のうちに結婚したい。ファンの間ではよく知られた平野さんの考えです。早くに子供が欲しいとも考えていたようです。平野翔さんが結婚願望が強いことは、ファンの間では有名だったようです。ジャニーズ事務所に所属したままですと、現在のタイミングで結婚できる可能性はほぼゼロです。辞める理由3、辞めさせられた。ジャニー、北川さん亡き後、ジャニーズ事務所の社長を引き継いでいるのがジュリー景子さんです。ジャニーさんの命にあたるジュリーさんとの確執が、原因で辞める、辞めさせられることになったと考える人もいるようです。ジャニーさんはキンプリを海外で活躍できるグループにしたかった。ジュリーさんは海外進出に対しては消極的だった、とされています。また、経営陣にはそれぞれ、可愛がっているタレントがいるそうで、ジャニーさんのお気に入りは平野翔さん、ジュリーさんのお気に入りは永瀬廉さんだというのです。これらの構図から、平野翔さんとジュリーさんの間に圧力が生まれ、経営陣、ジュリーさん入りの圧力によって脱退に追い込まれる形になったと、考えられています。辞める理由4、体調不良。さらに平野翔さんは体調が優れない時期もあったようです。実は、2021年の暮れにも解散説が出回ったことがあったんです。それは今回、脱退することになった平野さんが自身の体調不良について語った雑誌のインタビューが発端でした。インタビュー内で、帯状疱疹になっちゃったから、と答えていたんですよ。帯状疱疹は疲労やストレスなどで免疫力が低下している発症することが多いと言われています。キング&プリンスの平野翔さんと女優として活躍中の平祐奈さんが、ついに結婚するのではないか、と言われています。果たして本当にお二人は結婚するのでしょうか。平祐奈さんは日本の女優やタレントで、1998年11月12日生まれどうなっています。ちなみにキンプリの平野くんも1997年1月29日ということで、年齢の差が1歳しかありません。そのことから考えておいても十分に存在する可能性や、その他結婚する可能性なども考えられますね。実際にビジュアルも本当に素敵であることから、好きになっても仕方がありません。それではなぜ二人がこのように交際しているのではないかと、言われているのかというと数々の理由が存在します。実は二人はハニーという映画で共演しており物語の中で恋愛関係があります。また実際にニジンはキスなどもしていることから考えてみても、そこから恋愛に発展するという可能性も考えられます。実際に二人はかなり交際していることが確定していると言っても、過言ではないような匂わせが多くなっています。
匂わせ1同じブランケットを持っている。中でも話題になっているのが同じブランケットを持っていることについてです。ブランケットに関してはなかなか被ることはありませんね。女の子同士でも被ることが多くはありません。しかし男と女の異性の間で使っているブランケットが被るようなことは本来ありえないでしょう。しかし今回2人のブランケットが実は明らかに一緒だということで話題になっています。匂わせに2人とも火が好き。そして話題になっているのが2人の野外デートについてです。平野翔くんは前々から火が好きであることを話しています。そんな中、平優奈さんがキャンドルをたくさん持っていて火をつけているところがインスタにアップされました。なかなかキャンドルをここまで多く持っている人は女性の中でも少なくなっているので、平野くんのために準備しているのではないかということを噂されています。匂わせ3平野くんは平優奈が好き。実際にインタビューの中で平野くんが平優奈さんのことが好きであることを話しています。実際にあまりにも可愛くて魅力的な存在であり、守ってあげたくなって好きになってしまうということを話していました。また2人が共演した中の作品の中で平野くんが平優奈さんのことを面倒を見るような形になっています。そして平野くんは現実世界でもかなり男気がれていて、女性の人を終わり死にすることが分かっているので、もしかすると現実世界とリンクしてしまい、そのまま好きになってしまったという可能性も考えられます。匂わせ420代のうちに結婚したい発言。平野くんについては、結婚についてジャニーズの中でも最も発言している人物と言っても過言ではありません。実際に結婚はしたいし恋愛もしたいということを話しています。また20代のうちに結婚して子供を欲しいということをインタビューでも何度も話をしています。このことから考えてみても、平野くんの年齢は20代後半となっており、もうすぐ結婚しないと子供を20代で作るのはかなり難しいですね。そのことから考えてみても、結婚願望が強いので結婚をするという可能性も十分に考えられます。調べれば調べるほど、平野翔さんと平優奈さんが本当に付き合っているのではないだろうかと思ってしまいますよね。では平野翔さんがもし結婚を発表するとしたらいつなのでしょうか。ファンの間で予想されているのは2023年5月に、退所後の2023年6月。しかし現状は平野翔さんが結婚するということ自体噂に過ぎず信憑性はありません。ただ平野翔さんは2023年には26歳です。20代で結婚する夢を叶えるなら2027年くらいまでには結婚されるかもしれません。もし今彼女がいないとしても、平野翔さんなら退所すればすぐに彼女ができるのではないでしょうか。妊娠や子供、公式発表。実際にキンプリの平野くんはかなり子供好きで有名です。実際にジャニーズを辞めたら、アイドルでなかった時は自衛隊もしくは幼稚園の先生になりたいということを話していました。実際に子供が大好きであることから考えてみても、そろそろ結婚して子供を産んでもおかしくない年齢であることは間違いありません。なのでここでアイドルを止めて結婚して子供を作りたいという思いも強くなったのかもしれませんね。実際にアイドルとして活動していく中で、この年齢の若さで熱愛報道や結婚報道、子供がいることなど話題になってしまえば、当然批判が殺到してしまいます。グループにそのような迷惑をかけないためにも、グループを止めたという可能性も十分に考えられますね。また家族思いな平野くんのことを思うと、家族に迷惑をかけたくない、プライベートは守りたいという思いから、ジャニーズ事務所やタレントとしての活動をやめてから結婚などをしたいという気持ちになった可能性も十分に考えられます。以上の理由から考えてみても、結婚している可能性というのは確かに一部で考えられますね。キンプリを脱退、退所する平野翔さん、結婚願望が強く確実にモテるはずなので、ジャニーズを退所したら本当にすぐ結婚されてもおかしくはないですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。